ジェラセリーグ d n a 6 4ヤクルト、2日、横浜 DeNA は先発したドラフト5位、石田雄太郎投手が5回5安打2失点とネバ投し、球団の新人では初のデビュー3戦3勝。打ってはドラフト1位、渡来隆起外野手が3安打3打点で今季7度目の猛打賞をマークして援護した。丁寧な投球を心がけた。 石田博士は初回からストライク先行の投球で4回まで許した安打はわずか2本。6対0の5回に日志満塁のピンチでオスナに左翼へ2点的自打を浴びた。だが続く村上を三者比に抑え、後続を断ち、二度剣を握りおたけびを上げた。球団初の快挙に、意識はしていないけどうまくいきすぎている。次も勝って歴史を打ち立てたいと先を見据えた。 両分無得点の2回に四万塁では、渡来が相手先発、吉村の投じた152キロの真ん中高めの直球を捉え、左翼線へ綺麗に流し打つ先生の2点適時2塁だ。必死に食らいついた結果ヒットになってくれてよかったと笑顔で振り返った。4回には1死1二塁で右翼へ適時だ。初回にも中前打を放っており今季7度目、最小格後では3度目の猛打賞をマーク。 先発した同期をアシストする活躍で二人でお立ち台に上がると、お決まりの最高です。と叫び喜んだ。